最下位のヤクルトに負け越したものの、首位に浮上したジャイアンツ。明日からは東京ドームで6連勝中と好調な横浜と2連戦を戦い、来週はマツダスタジアムでの広島との3連戦も控えています。残り21試合となっている先発ローテ予想はご覧の通りで、6試合残されているマツダでの広島戦には、菅野選手が3試合、戸郷選手が2試合に先発する予定となっています。来週の広島との首位攻防戦を良い形で迎えるために大事な明日からの横浜との2連戦に向けて、先発マッチアップやそれぞれの相性などを見ていきたいと思います。このチャンネルはジャイアンツを応援するジャイアンツファンの方に向けたジャイアンツを応援するチャンネルです。毎試合終了後30分以内にその日の試合の振り返り動画を投稿しています。さらにほぼ毎日視聴者の皆様とジャイアンツについて語り合うジャイアンツ雑談ライブも行っています。チャンネル登録・高評価もお願いいたします。ジャイアンツは日曜日はローテの谷間となりますが、9月6日の12時時点では誰が先発するのかはっきりしてません。堀田選手と横川選手、西舘選手は水曜日と木曜日に2軍戦で投げているため候補から外れ、2軍から昇格であればメンデス選手か高橋嶺選手、現在の1軍からだと赤星選手が候補となります。メンデス選手は先週も1軍での先発が予定されていましたが、台風で試合が中止となったため2軍で調整登板を行い、4回を投げて4失点と結果は出ませんでした。それでもメンデス選手が有力と思っていて、その大きな要因は昨シーズンの横浜戦と東京ドームでの相性の良さにあります。メンデス選手は昨シーズン横浜戦に5試合登板していて、防御率は1.15と抜群の成績を残し、さらに東京ドームでの登板では9試合に先発して防御率 1.01 とこちらも抜群の成績を残しています。後半戦に入ってローテの谷間では2軍で好調だった又木選手や西舘選手が登板し、どちらも結果を残せていなく、2軍で好調な選手ということではなく、昨シーズンの実績に頼って先発させるということになると感じています。メンデス選手は開幕ローテに入りながらシーズン最初の登板で打ち込まれ、そこからは2軍でローテを回り続けています。外国人枠の関係もありなかなか出番はなかったですが、来シーズンの契約に向けてモチベーションもかなり高いと思うので、日曜日はメンデス選手が有力だと思います。2軍からの昇格では高橋嶺選手も候補になりますが、8月9日に1軍で登板し3回を4失点と結果を残せず再び2軍落ちとなり、そこからは2軍で3試合に登板し11イニングを投げて3失点、与えたフォアボールは0とそこそこの結果は残せています。今シーズンの横浜戦、東京ドームでの相性も悪くはないですが、1軍での先発は不安が残ります。赤星選手も候補になってきますが、最近は2軍を含めて中継ぎ登板が続いており、赤星選手が先発するとしても他のピッチャーも用意して何名かでつないでいくような形になると思います。日曜日で次の日は試合がなく、ブルペン総動員で挑むというようなことになる可能性もあると思います。それでも前述したように、先週の1軍での登板機会が流れたメンデス選手に出番を与えると予想します。ジャイアンツの先発2選手の横浜戦での成績を確認していきます。明日の予告先発の井上選手は今シーズン横浜戦に5試合登板していて、そのうち後半戦で登板した2試合ではどちらも6回を投げ切ってクオリティスタートを達成し勝利投手になっています。相性としては悪くはなく、現在先発3登板連続でクオリティスタートを達成していて、明日も好投を期待できます。メンデス選手は昨シーズンの成績ですが、東京ドームでの横浜戦に限ると合計14イニングで1失点とほぼ完璧に抑え込んでいます。シーズン序盤は球速が出ていませんでしたが、現在は球速も戻って昨シーズンのような姿に近づいているので、先発登板となれば最低5回は投げ切ってほしいです。横浜の打者との通算での対戦成績を見ていくと、井上選手は梶原選手、佐野選手と左打者によく打たれていますが、オースティン選手に対しては4打数ノーヒットで3つの三振を奪い、牧選手に対しては通算で13打数1安打と抑え込んでいます。
メンデス選手は昨シーズンの対戦でオースティン選手とは対戦経験はありませんが、宮崎選手以外の打者にはほとんど打たれていません。メンデス選手はいかにフォアボールを出さないかが重要になってくると思います。横浜の先発予定の2選手の今シーズンのジャイアンツ戦での成績も確認していきます。ルーキーの石田雄太郎選手は今シーズン8月17日に一度対戦があり、その時は3回までに6得点を奪いノックアウトして黒星をつけています。ジャイアンツ打線としても嫌なイメージは全くないと思うので、今回もノックアウトしてもらいたいです。打者別の通算対戦成績を確認していくと、石田雄太郎選手からは前回の対戦でモンテス選手がマルチ安打を放ち、坂本選手と浅野選手が長打を放っています。今日の公示で横浜の大貫選手が抹消となり、このタイミングでの抹消なのでアクシデントがあったと思われます。横浜の日曜日の先発も読めなくなり、急なアクシデントなので東選手の中4日での登板も考えにくいでしょう。浜口選手が今日の2軍戦で投げているので、2軍からの昇格ならば先週の日曜日に投げていた吉野選手になると思います。吉野選手とは今シーズン一度東京ドームで対戦し、5回2得点という結果でした。現在1軍登録されている選手で可能性があるのは中継ぎで5試合連続無失点中で、今シーズン6試合に先発している中川隼選手、前回登板の2軍戦で先発して6回を1失点に抑えている森唯斗選手になると思います。ジャイアンツ同様に日曜日は谷間の先発となるので、お互いに不安要素のある選手が先発することになりそうです。今シーズンのジャイアンツの主力打者の横浜戦での成績を確認していきます。丸選手と吉川選手はシーズントータルの OPS とほぼ変わらない成績で、ある意味安定した成績を残せています。モンテス選手は絶好調期と前回の対戦が重なっており、凄まじい成績が残っています。岡本選手も横浜戦は相性が良く、カード別ではヤクルト戦に次ぐ好成績を残しているので、明日からの2連戦ではホームランの量産に期待しておきたいです。ここには載せられていませんが、岸田選手も横浜戦では打率が3割 OPS は800を超えていて相性が良いです。直近10試合の成績も見ていくと、チーム全体として長打が少なくなっています。丸選手は10安打のうち長打はツーベース1本、吉川選手も10安打を放っていますが、すべて単打となっています。大城選手、門脇選手もすべて単打で、その中で長打を多く打てているモンテス選手、岡本選手の前にランナーを置けるかが重要になってきそうです。浅野選手も直近10試合の10安打のうちホームラン2本、ツーベースが3本と長打を5本放っていて、長打の少ない今のジャイアンツ打線にとっては欠かせない貴重な存在となっています。横浜の主力打者の今シーズンのジャイアンツ戦の成績も確認していきます。梶原選手が本当に恐ろしくハイアベレージを残され、高い OPS も記録されています。佐野選手や牧選手にはそれほど打たれていませんが、オースティン選手は打率は低いですが OPS は850を超えていて、宮崎選手には OPS900 以上を残されています。山本選手はなぜかジャイアンツ戦では全然打っていませんが、この感じだとそろそろ打たれそうな気もします。横浜は台風の影響で中日との3連戦がすべて中止となったので、直近2週間の8試合での成績を見ていきます。ここ最近は梶原選手と海老名選手が1、2番コンビを組んでいますが、共に OPS は700を超えています。オースティン選手と宮崎選手が絶好調、佐野選手と山本選手も好調で、現在6連勝中と勢いに乗っていることがわかる最近の成績です。この好調な打線と対戦しますが、まずは初戦でしっかりと勢いを止めておきたいです。ジャイアンツのブルペン投手の今シーズンの横浜戦での成績も確認しておきます。大勢選手は今シーズン横浜戦6試合でまだ失点はありません。ケラー選手はサヨナラホームランを含め、宮崎選手に2本のホームランを打たれています。
バルドナード選手と高梨選手はそれぞれ1失点のみで、エイナイ選手は前回オースティン選手にサヨナラホームランを浴びています。横浜のブルペン投手の今シーズンのジャイアンツ戦での成績も確認しておきます。ジャイアンツ目線で見るとどの投手からも今シーズン得点はできていますが、ウェンデルケン選手が復帰し、ウィック選手には5イニングで10個の三振を奪われるなど、この数字以上に厄介な印象はあります。それでもブルペンの質では広島や阪神よりは劣ると思うので、終盤にもチャンスはありそうです。最後に9月6日の試合前時点での優勝ラインを確認していきます。現在首位のジャイアンツが今後の21試合を2勝1敗ペース14勝7敗でいけた場合、阪神と横浜は残り2敗しかできなくなります。ジャイアンツは今後の試合でよほど負け続けなければ阪神と横浜には抜かされることはなさそうだと、これを見る限りは思ってしまいます。やはり広島との一騎打ちになりそうで、来週の直接対決3連戦も大事ですし、そこをどのような状態で迎えるのか、明日からの横浜2連戦も大事になってきます。ここから大型連勝ができればかなり優勝に近づきますし、連勝がなくても連敗もしなければ優勝に近づいていけそうだと感じます。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。